安坂です。皆さんオフシーズンいかがお過ごしでしょうか。今日はね2月3日節分ということで、鬼が来たり福が来たりしていると思いますが、我が家にはマリノスのユニフォームが来ました。マリノスね、昨シーズンから会員にランクがつきました。プレミア、ゴールド、レギュラーで、僕は昨シーズン何の会員にも入ってないです。なのでシーズンチケット、年間チケットだけの特典でほぼ何の恩恵も受けられなかったと。で、今シーズンはかなり明確に、ユニフォームをね変えるランク付けが決まっていて、今年はゴールドにするかと思って僕はゴールドで申し込みました。だから2番手に早いやつですね。それが、本当は来週発送予定、2月10 11? 12? だっけ。で、本当は来週発送だったんだけど、急に今日届きました。めちゃめちゃ早い。マリノスの、ね、中の人なのか、アディダスの工場の人なのか、めちゃめちゃ頑張ってくれたと思います。で、今回は他、もちろんユニフォームの紹介をしていきたいと思いますが、サッカー選手、元サッカー選手だからこそ紹介できるアイテムも紹介していきたいと思います。はい、こちらが2024マリノスのユニフォームです。まあ特徴は何と言ってもこの襟元のデザインですかね。袖口もそうですけど、あとは至ってシンプルです。シンプルが好きな人にとってはかなり好まれるデザインなのではないかなと思っています。で、よく聞いてもらう質問がありまして、誰の家に買いましたかって。今年は水沼宏太選手にしました。過去ね、僕は自分なりにエピソードを持った選手のユニフォームを購入していて、さすがにねエピソードも尽きてくるわけですよ。ただ今年は本当は選手、水沼選手、山根陸選手あたりが10番背負うんじゃないかと思って、その10番背負った3人の中から選ぼうと思っていました。で、僕は山根陸選手とかね、プレースタイル的にめちゃめちゃ好きだし、で、エウベル選手は本当は年間の MVP 取ってもいいんじゃないかってぐらい活躍していたけど、岩田選手が取ったりとか、昨シーズンも攻撃、マリノスの攻撃を一番引っ張ってくれた選手だと思っていて、エウベル選手にしようかなと思っていて、で、結局ね、背番号はそこの3人は変わらずだったんだけど、エウベル選手買いたいなって思ったんだけど、なんか父親がエウベル欲しいって言うから、ちょっと父親と被りたくないと思って、僕は今回水沼選手にしました。で、水沼選手はですね、僕は同い年で、もちろん雲の上のような存在ではあったんだけど、対戦したこともないですし、ロンドン世代でね、結局オリンピックには出てないんだけど、世代別代表ではずっと10番を背負っていて、そのままね、マリノスにトップ昇格してすごく将来有望視されてはいたんだけど、マリノスでのキャリアスタートがうまくいかずね、レンタル出たりセレッソ行ったりとか、またマリノスに帰ってきてくれて今活躍してくれていると。昨シーズンね、やっぱ出番減ったんだけど、今季はねまたマリノスの攻撃引っ張ってほしいなと。今クロッサータイプのアタッカーって世界的にも少ないと思うし、でもキックってやっぱりその一本のキックで試合を決定することができるから、もっとね頑張ってほしいなという期待を込めて、今年はね水沼宏太選手にしました。後ろのデザインもねすっきりしててかっこいいかなと思います。まあ昨シーズンと同じなのがこの裾のリボンですね。この辺はアディダスの推しなのかなと、この赤いリボンですね。僕はこれはね好きですね。2000年ぐらいのユニフォームにもあったのかな、ちょっとねその辺は分かんないんだけど。で、去年のユニフォームより今年の方がいいなと思うのは生地ですね。生地、このメッシュ素材の生地、ちょっと薄くなってます。で、去年のユニフォームとかもなんだけど、ちょっとね分厚いもちもちした感じの生地で、で、これって多分サッカーするとちょっとベタつく、まとわりつくっていう感覚があると思うんだけど、僕はねこっちの生地があんまり好きではなくて、本当は2019ぐらい薄手のやつが好きなんだけど、2024シーズンのユニフォームはそれに限りなく近いんじゃないかなと思います。で、今年はね日産が90周年アニバーサリーということで、この日産自動車ファン、日産車乗ってる人とか日産車好きな人にとってもまあまあメモリアルなねこの表記になっていると思うので、そういった意味でもいいデザインなんじゃないかなと思います。で、今年はね袖口のスポンサーさんがいないので、まあそこはね増えていくことを期待すると。昨シーズンと同じようにドラフトさんがいて、背中には日清オイリオさんがいるとね、腰のところもスポンサー空いているので、ここもね入ってくれたらいいなと思ってはいます。で、後で着るんだけど、
今年僕は初めての挑戦をしました。ね、セカンドユニフォームも初めて買いました。じゃーん、かっこいいなと思って。セカンドユニフォームってね、今まで買ってこなかったんだけど、かっこいいなと思って。この白に細い青ストライプにこの赤い首で、このアディダスの3本線、青い3本線と、このリボンですね、裾のリボンの青、かっこいいなと思って、シンプルにかっこいいなと思って、初めてセカンドユニフォームを購入しました。昨シーズン僕は今まで人生史上一番アウェーゲームを見に行った試合で、でもちろんそこでもファーストユニフォーム、青いユニフォーム着ていってたんだけど、これからはね、マリノスの選手たちが白いシャツで試合するときは僕も白いシャツで応援ができる状態になると、これでまたアウェーゲームを見に行く楽しみが増えるんじゃないかなと思っていて、でさらにね、これ面白いなと思ったのが、日清オイリオさんオレンジになります。ファーストユニでは白なんだけど、セカンドユニではオレンジになります。ここがね、企業の色をしっかり出してくれて、でもユニフォームのデザインを邪魔しないっていう、この日清オイリオさんの配慮、素敵だなと思いました。背番号が赤、いいねって感じですね。真っ赤な赤で、僕今回山根選手買いました。山根選手ね、僕はもう本当にマリノスの育成から上がってきてくれて、めちゃめちゃ期待している選手で、まあね、本当はマリノスの将来を担ってほしいなと思いながらも、やっぱりまだまだ J リーグの地位っていうのはサッカー界では低いので、早くヨーロッパ行ってね、活躍してほしいなと。去年なんかね、まあ噂記事だったけど、ユベントスが山根を見ているみたいな記事もあったし、そういうね、ビッグクラブで活躍する将来が見たいなと思って、ユニフォームを今年は買いました。山根って入ってますね。で、今年ね、この背番号のところにマリノスのエンブレムが入ってるのもかっこいいなと思います。去年はね、J リーグ統一フォントで、もうボロボロだなこれ、この J リーグのね、 J っていうのが入ってたんだけど、今年はマリノスのエンブレムが載っていると。ここが去年からの大きな違いかな、背番号として。で、アディダスのフォントなので、こういう形になっていると。でね、生地なんだけど、生地はアウェイの方は、セカンドユニフォームの方は、まあ、去年のファーストに近いのかな、もちもちでもサラサラしてるかな、ちょっと厚手です。で、白で薄手だとやっぱ透けちゃう問題があるので、選手とかはね、かっこいい肉体だからいいんだけど、僕結構たるんでるし、下に何か着なきゃいけないっていう問題が発生するので、まあその辺はね、透けにくい生地っていうのはいいのかなと思います。こうやってもね、あんまり透ける感じしないしね、その辺は機能性高いなっていう思いました。どうなんだろう、透けるかなで、後で着ていきます。で、毎年ユニフォームを2着買うとサービスが、特典がありますみたいな感じなんだけど、今年はね、このこちらのミサンガですね、はい、横浜 F マリノスとプライドオブトリコロール、こちらの2つがついてきました。で、後ろはね、ビーズはちょっとね、安っぽい感じはするんだけど、こうこんな感じで調整できます。手首につけて調整ができると。これかなりいいなと思いました。多分ね、僕ね、手首は相当細い方なので、まあ、締めすぎちゃうとリボンが余っちゃうんだけど、まあ、ちょっとね、余裕持たせてもう余っちゃうんだけど、でもその手首が細い人、まあ、女性なんかも細い人は多いと思うんだけど、まあ使いやすいのかな。いや、でもちょっと余ってんなまあこれはね、余っちゃうのはしょうがないんだけど、まあ切ってもいいしね。で、早速ユニフォームを着ていきたいと思います。はい、どうでしょうか。この青ね、鮮やかでいいなと思いました。うん、なんかいいんじゃないのかな、こんな感じです。でね、今年僕は 2XL 買いました。で、普段の自分の体のサイズって M で十分なんだけど、まあ、S でも着れるんだけど、やっぱ冬場問題ですよね。冬場トレーナーとか中にね、厚手のものを着て、その上からユニフォーム着たいって思うと、やっぱり1サイズ2サイズ3サイズとか上げなきゃいけないと。で、去年 XL 着ていたんだけど、まあ時代の流れ、フィジカル的な問題もあり、僕のトレーナーがサイズアップしていると。で、そこにサイズアップが重なってくると、 M の体にサイズアップ L とか XL を着ていくと、 XL のユニフォームだとパツパツだし、丈が合わないし、でちょっと失敗したかなみたいなところがあったので、今年は思い切って 2XL にしてみました。で、マリノスのユニフォーム、サポーターが買えるユニフォームっていうのはオーセンティックといって、選手が実際に着用しているものを着ています。その分もちろん値段も上がってしまうんだけど、で、選手が着ているものってちょっとタイトめに作られているんですよね。やっぱり僕はあんまり好きじゃないんだけど、ピチッとしている方が動きやすいとか、機能性の面でそうなっているんだけど、だから 2XL を着ていても、まあ、そんな
なにでかみたいな印象はないんじゃないかなと思っていて、でもまあちょっとこの腰からの丈は長いなって感じは着ていてします。まあね、それもありかなと思ってます。じゃあセカンド着てみます。ほらセカンドいいんじゃないの、この透けない感じ。あー、セカンドの方が好きかもしれない。今年はちょっとシャープなねシルエットも、あでね、セカンドはこれは XL、 多分予約の段階でセカンド在庫切れみたいになったと思うんだけど、ちょっとねやっぱ僕もさすがにファースト買うぞ決めてセカンド買うかどうか悩んで、うーんってやってるうちに 2XL なくなって、でもセカンド欲しいで XL 買ったんで、僕が買いたいと思った時はなくて、だからセカンドは XL です。 XL になるとさっきよりもちょっとタイトに見えるのかな。さっきめちゃめちゃねブカブカだなって着てても思ったんだけど、うん、いやこれどう、かっこよくない、めちゃめちゃ好きなデザイン、かっこいいねで、こっからが僕が紹介したいものになってくるんだけど、さっき言ったシャツの下に何か着なきゃいけない問題っていうのがあるんだけど、サッカー選手ってインナーシャツっていうのを着るんだけど、で僕は元サッカー選手ということで今回はねインナーシャツを紹介したと思います。メインとかバックでサッカーを見たいだけの場合は、まあ、トレーナーとか着ていいと思うんだけど、結構ゴール裏で声出して跳ねてっていう人はその着込めば着込むほど動きづらいし暑くなるし、でこう汗のね、汗かいてシャツが吸ってこの蒸発させての機能のところが足りないっていうことも多々あると思います。で今回紹介していきたいのがインナーシャツということになっています。でね、本当はだよ、本当はアディダスさんがこれは2003のねシャツなんだけど、もうねあのエンブレムとか全部剥がれきった、マーキングも剥がれきったボディのみなんだけど、長袖シャツ出してくれたら多少問題解決するのになーっていうのはありますね。長袖かっこいいですよね。僕はねこのユニフォームが一番好きでした。まあそれはいいとして、でインナーシャツって言ってもいろいろあります。いろいろあるっていうのは、まあ、生地の厚さですね。この白はかなり薄手の生地です。かなり薄手で、冬用とかになるとこういう裏起毛のやつとかもあります。まあこれをねピッチレベルで着てる選手はいないと思います。さすがにねこれはね暑すぎると思う。でもわかんない、ヨーロッパとかの豪雪地帯とかの選手は着てるかもしれない。僕はもうねこれは主にスノボで着てますね。だその厚手シリーズとかで言うともっと分厚いのがあって、もうこれとかほぼトレーナーなんですよね。これアンダーアーマーのやつなんだけど、まあこんな感じで裏起毛なってて、でめちゃめちゃ分厚いと。これも僕はスノボで着てます。サッカーで着ることはないんだけど、でもサッカー観戦だったらこれもありかもしれないと。でまあ細かい話をしていくと、インナーシャツの色って決められていて、それが袖の主な色だったかな、なんかルールがその辺細かく変わっていくんだけど、シャツと同色じゃなきゃいけないと。でシャツと袖が色違うユニフォームとかあるじゃないですか。そうすると袖だったかな、なんかそういうので決まっていて、だからマリノスのこの白いユニフォームには白いシャツを着なきゃいけないと。こちらのものですね、白いこれを着なきゃいけないと。でまあじゃあこれをファーストに合わせるとどうなのって、多分あんまり合わないね。青から白い袖が出てくるって違和感あるね。だから青いユニフォームには青いインナーがあると一番いいかなと思います。これも結構ね厚手の冬対応のやつですね。裏起毛のナイキなんだけど、これはで、首元の襟ありと襟なしがあります。その辺はね好みだと思うんだけど、まあ、とりあえずね着てみようかな。はい、着てみるとこんな感じになります。なんかだね、袖があってインナーってちょっとダサいかもしんない。なんか多分ねこんな感じだといいんだけど、袖にデザインありだともしかしたらこの首のところもちょっとダサいかもしんないこっちは大丈夫かな、まあ、ちょっとあれかもしんない。でね、まあ、当たり前なんだけどメーカーごとにやっぱ青といっても色が違うので、まあ、ここを揃えたいのであればアディダスのインナーを買いに行けば大体この辺の色の問題は解決するかな。まあ、これでゴール裏のサポーターね、応援できるんじゃないかなと思ってます。まあ別に
そんなバモバモする気なくても全然着てもいいと思います。これはね結構おすすめです。サッカー用品店とかに売ってるのでおすすめです。ボディの色と袖の色が違うとやっぱりこんな感じになる。ちょっと締まりないダサい感じになるかな。だからねやっぱこの色は揃えた方がいいと思います。おくしくもこの今治とこの袖一緒だな。あ、そう、白にやっぱ白かなっていうね、感じです。はい。で、一番いいなと思うのは多分ね、黒。黒はね、一番締まってると思う。で、何色にでもいけるっていうね。まあ、この袖口の、この柄との問題も、この袖口とのカラーの問題も解決してくれるのが黒だと思うんだけど、まあいいんじゃないかな、黒。黒はね、白にも合うっていうのがメリット。やっぱね、サポーターで、どんな気合入っててもインナーまで青白揃えるぞっていう人なかなかいないと思うので、うん、まあ黒持っとくと結構ね応用効くんじゃないかなと。スペユニとかもね結構ネイビーとか黒系多いからスペユニにも対応できると。まあスペユニの時期夏だからインナーいらないんだけど、まあ、そういうね黒一個持っとくといいかもしれない。アディダスとかでね買っておすすめです。黒はねやっぱ白にもいけるしねいいんじゃないかな。もう何回も着替えても髪もボサボサですが、まあ、こんな感じでいいと思う。白にも合う、確実にかっこよくいられるのが黒だと思う。はい。で白、まあ、白に白はね一番合うんじゃないかなって。まあちょっとこのねこのインナーシャツが汚れちゃってるからちょっとねコントラストできちゃってるけど、まあ白には白が一番かっこいい気はします。でインナーシャツって本当にこれねおすすめ。キーパーの人とかね黄色とか言ったら黄色とかもあるし、ぜひ皆さんね今年ゴール裏でめっちゃ応援したいとか、ちょっとかっこよくユニフォーム着こなしたいっていう人はインナーシャツありかもしれないです。ロンTにユニフォームとかってやっぱちょっとこの辺もっさりするでしょ袖口が。でもこうねすっきりさせられるのがインナーシャツの良さなので、まあ、ぜひね皆さん気になった方はお店で見てみてください。まあこんな感じでね、いろんな種類の厚さが違うインナーシャツとか紹介したんだけど、まあ本当にヒートテックの上に着るとかでもいいと思うんだけど、スポーツ用品のものって汗かいてそれを吸い込んで蒸発させて快適にいられるとか、体温管理をうまくね体温調整してくれるっていう能力機能が高いので、本当ゴール裏で飛んで跳ねて歌ってる人って90分ピッチにいる人と同じぐらいハードワークしているので、まあそういうところでね、検討してみてもいいのかもしれません。あとは普通に観戦しているだけの人も結構あったかかったりするのでおすすめです。今回はね、ユニフォーム紹介とインナーシャツ紹介をしてきたんだけど、今年はねなんといってもこのワッペンを取り返したい。金ワッペンの ASMR 去年カチカチカチってやったのに、今年はもうねこんなワッペンペラペラになっちゃったので、しっかり優勝して、2025シーズンは金でねこのユニフォーム紹介またやりたいなと思っています。はい。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。